はい、こんにちは、ヒロです。 H チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。はい、今ですね、まあお盆休みですね。はい、皆さんは連休を楽しんでらっしゃるでしょうか。まあ、私もですね、まあ、ご多分に漏れずね、連休というものをね、いただいてるわけなんですけども、まあそうは言ってもね、あの個人のねお仕事とかもあったりするんで、あんま厳密にね休むっていうことはないんですけども、せっかくね、まあ、連休なんで、まあ、いろいろやりたいわけですよ。キャンプにね行って動画撮ったりだとか、まあ、どうかね行楽地に行って動画撮ったりだとかね、いろいろやりたかったんですけども、これちょっとね、今見えますかね、これね、今ね湿布をね貼ってるんですよ、でなんだかね、この休みに入った瞬間から首がね痛くて回んない、もうほんとね、これぐらい動かしてこっち行っちゃうと痛っみたいな感じでね、あの激痛が走るみたいな、寝違いっていうんですかね、あのあなたのところでも寝違いっていうのかどうなのかちょっと分かんないんですけど、朝起きたらね、まあ、そんな状態になってて、だいたいね1日経てば、まあ、そんなのってね私治ってたんですけど、今回はね、まあ、どういったもんだかね、2日しても3日してもね、まあ、治らない、まあ、ちょっとずつねマシにはなってきて、まあ、今やっとね、まあ、これ貼っとけばまあ大丈夫みたいなねぐらいなところまでは来てるんですけども、もう本当ね昨日まではね痛み止め飲んでも、まあ、結構マシにはなるんですけども、もうでもそっからねちょっと動くっていうことがね考えられなくて、もうずっとね1日寝込んでて、で結局ね、まあ、動画もなかなか撮れない状態だったんですよね。でまあね、せっかくの休みなんでね、あの外のねいい景色とか、まあ、青い海とかね撮りたいなとかって思ってたんですけども、まあ、これちょっといけねえなとかと思って、まあ、今日朝起きたら結構マシになったん でまあなんかね部屋の中でちょっと撮れることをって思ってたら、ちょうどあのコメントにね、質問をいただきまして、はい、それがですねブルーワゴンズガレージチャンネルさん、はい、何でしょう、だからこのコメント来る方の名前が結構ね長いんで、合ってるのかな、ブルーワゴンズガレージチャンネルさん、はい、合ってますね、はい、合ってます、合ってます。でね、この方がですね、あのそうですね、スマホ とこのね無損の MC2 Pro 1とスマホのね、あの Wi-Fi 接続がなんかまあうまくいかないんで、まあ、実際にねこうちょっとやってるところをね見せてくれませんかっていうようなね、ご質問を、いただきました。はい、でチャンネル登録させていただきました。 ありがとうございます。あの私もですね、あのチャンネル登録の方させていただきました。ブルーワゴンズガレージチャンネル、動画見たらね、なんかそのビーナスラインっていうところをね、なんかこう走ってるっていうね動画があったんですけど、この間ねコメントいただいた方も、チームヴィーナスライン女神騒動さん、このヴィーナスラインって結構有名なところなんですかね。はい、まあ、またもしね、お答えをねいただけるようだったら、またねコメントの方にでもね書いていただければなと思うんですけども、まあ、ちょっと話は置いといて、なのでですね、今日はこの無損の MC2 Pro 1の Wi-Fi 接続で、まだやっぱりね首がちょっとね痛いんですよ。痛い。でですね、この私のちょっとまあパスワード画面になっちゃったんですけど、このね、iPhone の 6S、iPhone の 6S なんで、もしかしたらね、ブルーワゴンズガレージチャンネルさんのね、携帯が、まあ、Android なんですっていうことになっちゃうと、もしかしたらあんま参考にならないかもしれないんですけども、まあ、一応ですね、iPhone 6S とね、MC2 Pro 1を Wi-Fi 接続しまして、で、LiveDV というですね、アプリを使いまして、撮影と、で、このね、撮った動画をこのスマホの方に転送するっていうねところまでやってみましたので、ご覧ください。はい、それではね、無損さんの MC2 Pro 1を、Wi-Fi で使っていってみたいのちゃんと言えてないな、無損さんのね MC2 Pro 1を Wi-Fi 接続で、はい、使ってみたいなと思います。まあ、まずはですね、この設定でもう Wi-Fi のね画面にはなってるんですけども、このね Wi-Fi 接続の画面にちょっと光って見にくいかな、していただいてですね、
はい、でムソノさんのね、MC2 Pro 1の方の電源を入れます。これもちょっとついてて、はい、つきました。はい、でですね、まあ、ここにね、あの Wi-Fi のねマークがあるかなと思いますけども、今これグレーですね。はい、でこれをね上のこのボタンを押していただくと、ほい、今白くなりました。これで Wi-Fi がねオンの状態で、はい、この画面が出ると、Wi-Fi とね接続できますよという合図です。でこれでの状態でですね、この携帯の方を見ていただくとですね、はい、ムソンさんのね MC2 というのがありますので、これを押していただくと、はい、いかがでしょうか。ムソンさんの MC2 がオンになっております。はい、はい、このねライブ DV を押していただくと、今ちょっとこれあれですね、このねカメラプレビュー見えますかね、この下のカメラプレビューっていうのをね押していただくと、今真っ黒ですよね、当たり前ですよね、画面下に向いてますから、はい、こうやってね見せていただくと、はい、わかりますかね、こうカメラがこう連動して、はい、左、はい、右、はい、左、右、はい、私みたいな感じでね、はい、カメラと、あ、スマホのカメラとね、こちらのねムソンさんの MC2 が連動しているっていうのが、まあ、分かっていただけるかなと思います。でですね、じゃあこれを、はい、こっちに置きまして、今ねこんな状態で、はい、録画ボタンを押します。はい、録画されてます。左、はい、右、ちょっと画面が光ってみたいかな、はい、左、はい、右と、はい、ここで停止をしました。でですね、次に、スマホへのねデータの転送ですよね。はい、じゃあまあフォルダーを選んでいただいて、今これね、まあ、前の状態がね残ってるんで、一旦こう全部クリックすると読み込まれて、これがねさっき撮った動画の情報になります。これはまだねこっちのこのカメラのこの SD カードの方にね入ってる状態なんですけども、はい、じゃあこれを今ねこうやって保存か、削除かっていう、キャンセルかっていうのがね出てくるんで、これを保存にします。はい、どうでしょうか。はい、 100% になりました。でこちらのねスマートフォンっていうのをね見ていただくと、はい、こちらにね先ほど撮った、ちょっと見てみましょうか、再生と、はい、録画されてます。左、はい、ちょっと画面が光っている、左、はい、右、はい、ここで、はい、という感じでねスマホの方にも転送ができましたと。まあ、一応ですね念のためにちょっとまあ切っておいて、こっちのね電源、はい、これをねもう切りたいと思います。はい、ムソンさんのこれ電源を切りました。でこのライブ DV で一応ですね、はい、ライブ DV のこのスマートフォンの方にね、はい、まだデータの方は残っております。はい、こんな感じでございます。はい、いかがだったでしょうか。このねムソンさんの MC2 Pro 1 と、iPhone 6S を使って Wi-Fi 接続をして、で Live DV というね、アプリを使いまして、実際にね撮影してみて、でこのね動画ファイルをスマホの方に転送して、まあ、再生してみるっていうところまでねやってみたんですけども、どうですかね、ブルワゴンズガレージチャンネルさん、ブルワゴンさんでいいですかね、はい、ブルワゴンさん、うん、ちょっとねもしかしたらね、さっきも言いましたけど Android 携帯だと、まあ、もしかしたらねちょっと参考にならない部分もあるかもしれないし、もしかしたらね直接ねメーカーにね問い合わせた方が早いのかもしれないですけども、はい、一応ですね、iPhone 6S の方
方では、Wi-Fi 接続もできまして、で撮影もできまして、で、短いファイルなんで、もしかしたらそのねファイルの容量とかっていうのね、もっと関係あるのかもわかんないんですけども、はい、今日の、実験では一応転送もできましたので、もしよかったらね、参考にしていただければなと思います。はい、それでは本日の動画の情報が面白かったなとか役に立ったなと思った方は高評価を、そしてよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとこの動画の感想や私に質問やリクエストなんかがありましたら、下のコメント欄に書き込んでいただければ、タイムラグは出るかもしれませんけども見せていただいてお返事させていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。